どうも、サミファクトリーです。今日は、駄菓子屋に来て500円分でどれだけ買えるかっていうことをやっていきたいと思います。許可もいただいたので早速中に入っていきたいと思います。また会いましたね、ゆきさん。ゆきさん会いましたね。500円分でお買い物ですが、ちょっと500円分、ぴったり500円分買いましょう。昔から変わってないものって何ですか？昔から変わってないもの、はい、こっちの中央はあんこ玉、懐かしい。ちょっとやろうかな。久しぶりになる？あんだ、今やるよ。20回も50回もやるよ。わ、そしたら50回だったら500円ですね。ぴったり、ぴったり500円分だ。なんかさ、よくさ、ああいうの買ってなかった？せんべいに挟んでさ、あれ、やつや目の前にあの水くじ、あ、そうそう、これ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 懐かしい。水くじ懐かしい。変わってない。変わってないんだよ。これ変わってない。変わってないですね。中身も変わってないの、味も変わってないから全然いいんじゃない？そうだ、変わってない。なんかよく食って買えなかった？ドリームとかね、ちょっとそう、やあれだよね。ドリームはやってます。当たればドリームもらえる。お腹食べが、うん、ね、これコロコロコロフルーツの森、やばい。これもね、懐かしいね。柔らかもちとか、これだね、やっぱりチョコバットね、当たりが出たらもう一本、もう一本だよね。今日さ、当たりどこにあるか分かんなかったんだよね、最初ね。これ最初コーラの、これいくらですか？30円。なんかね、こうやって数えながら駄菓子屋さんに来たっていう、まあな、来るのがなんかすごい楽しかった。計算ができ、計算練習みたいな。これ何がいいかな。綿菓子屋さん、水くじ買って帰る。水くじ買う、買っていく。水くじと網田やる。だからこれでおしまい。それで残りの金額の金額をアンダでやる。それぐらいだろう。じゃあ、これでこれと、うん、水くじとアミダやる。アミダと水くじを開ける。はい、598円。一緒だ、500円ぴったりはならなかった。まあでも60円迷うね。まあよくね。60と、はい、92と、92と102、はい、あと網だ、網だ、網だ、そうだね。92、サイダードリーム。サイダードリームだよ。これはサイダーね。ここに入ったら覚えてるんだね。でまたやるとまたここに入るんだ。アミラこれでしょ。当たり死んでしまったから。当たり死んでしまったから。これって買ったっけ？あんた。そうだっけ？もう当たり終わってない。カウントやるんじゃない？折れるし。折れてるさ。いやもうね。頼まない。おおおしゃれ。お。ちょっと気持ち悪いんだよ。だからもうね、みんなはこうやって、こうやってやって、1回いいです。こっちは3回なんで。ほんとだよ。何回取れるの？1、あと2回。1、はい、あ、そうでしょ。やり直し。1。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今日は駄菓子屋さんに行ってきました。駄菓子屋さんでいろんなお菓子を買って、残念ながら500円ぴったりというところまではいかなかったんですが、楽しくお買い物できて、昔ながらのおじさんたち、駄菓子屋のおじさんたちに
温かさを感じました。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、すみファクトリーでした。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは検証へ悪化しました。